ニューヨークのニューラジオ。はい、この動画はニューヨークの公式 YouTube チャンネルで毎週日曜22時から生放送でお送りしているラジオ番組です。というわけで、今日はですね、ご覧の通り私嶋佐一人なんですけれども、Twitter などで見てる方もね、いてくれてると思うんですが、おとといの金曜日と昨日の土曜日大阪、だったんですけど、大阪の劇場出番だったんですけど、昨日の朝にちょっと相方の屋敷が、熱を出してしまいまして、ちょっと急遽今日はお休みということで、で PCR を受けた結果陰性だったので、はい、でちょっと熱はちょっとまだ収まってないので、ちょっと大事を取って今日はお休みということになってしまいました。挨拶、挨拶、え？挨拶してない。いいんでしょ別に。一回ちゃんと、いや、どうも挨拶してるんですけど、どうもニューヨークの嶋佐です。いや、いつも言ってるじゃん。なんか俺は下手くそみたいにするな。別にいいでしょ。私嶋佐が一人でって言いましたから、そこニューヨーク嶋佐です。はい、というわけで、今日はこういった形でちょっと配信させていただきます。はい、陰性でよかったですね。はい、ちょっとどれくらいなの、ちょっと体調が回復するまでお休みということで、いろいろもろもろ、昨日の大阪公演8ステ9ステか入ってたんですけども、すいません、全部もし楽しみに、僕たち見に来る予定だった方、すいません、急遽キャンセルという形になってしまいまして、またちょっと大阪来させてもらった時はぜひお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いいたします。ということで、今週はですね、まあ私ことのトピックなんですけども、目黒に引っ越しました。出させていただいているラビットでですね、ニューヨーク不動産という、僕がガチで、引っ越しをしよう、物件見つけて引っ越しをしようとする企画で、ガチで物件見つけてガチで引っ越しました。ありがとうございます。はい、目黒、高円寺にね、12年住んでたんですけども、とうとう、まあ高円寺芸人とかね、最近は、なんか、最近はっていうかね、別にたまたま別でなんですけど、なんかこう、キングオブコントとか、でちょっと話題にしてもらったりして、なんですけども、高円寺を卒業します。本当に僕のことは嫌いになっても高円寺のことは嫌いにならないでください。いや、本当魂は高円寺にありますんで、寂しい気持ちは山々なんですけども、高円寺を愛しているがゆえに一度高円寺を離れたいと思います。多分また戻ると思います。一度でも外の世界に、胃の中の蛙大会を知らずじゃないですけど、一度このタイミングで外の世界に羽ばたいてみたいなっていう気持ちがあって、一度、はい、冒険してみたいと思います。はい、家賃22万、今のちょうど4倍になります。思い切りました。はい、ちょっと頑張って新しい新生活、始めていけたらなと思ってます。ここからね、まあ、いろんな家具とかね、いろんな素敵な家具とか探していけたらななんて思ってます。まあね、楽しみですね。いや、でもラビットはね、本当見ていただく方いらっしゃると思うんですけど、サプライズでね、僕の地元のスーパースターの武藤敬司選手からのメッセージまでをいただいてね、あれは本当サプライズだったんですよ。本当のスタッフさんサプライズやってくれて、わざわざ武藤さんにメッセージいただいて、初めてですね、僕登録っていうんですか、あれくださいって言いました。ちょっと武藤さんのメッセージ動画、あれいただけないですかって、初めてですわ。スタッフさんにお願いして、もう携帯に保存させてもらいましたから。あと高円寺メンバーもね、サプライズで村上さんと鬼越涼ちゃんと刺身、もぐらはね忙しかったみたいですけど、メッセージくれて、あれもちょっと嬉しかったんで、あれももらいました動画。もう、ち
ちょっとね、頑張っていかないといけないですね、うん、新生活。いや、早くだから開けてほしいですね、本当に。新生活が楽しみで、うん、ちょっと目黒のいろいろ、いろいろね、あの、よさげなお店とかあったら皆さん教えてください。全然わかんないんで、目黒ね。もう高円寺は飲まない。いやいや、そんなこと、高円寺は。いつでも行けますからね。どれ、何分ぐらいかかるの？結構遠いんだよな。結構遠いっすね。結構かかっちゃいますね。タクシーとかでも。5000くらいかかるんじゃないですかね。じゃあ、だから寂しい、あの、なんやかんや、だからもう2年くらい結局高円寺で飲んでないですよね。うん、うん、全然やっぱ高円寺で飲めないまま出てっちゃうのがね。だからまた高円寺でね、一回こう高円寺メンバーでね、うん、飲んで、ね、飲みたいですけどね。お別れ会みたいな人はもう二度と、まあ、お別れ会というか、まあまあそうでも言ってくれてね、ちょっとまた出てく前にね、送別会ってあれですけど、出てく前に一回飲みたいねとか言ってくれてるんですけどね、うん、まあでも本当に、うん、楽しみですよ今は。逆に寂しい気持ち以上に初めてなんでね、うん、ずっと住んでたって高円寺に12年間あんまいないでしょ、普通引っ越すじゃないですか、いろんなの。まあね、ずっと住んでたんでね、うん、一生住むもんだと思ってます、待ってましたけど、うん、ちょっと一回引っ越します、うん、芸能人っぽいとかにね、もうなっちゃいましたね、たまたまその物件がね、うん、僕の中ですごい好みの物件で、うん、どこでもよかったですよ、マジで、うん、それこそ高円寺やったら高円寺でよかったし、うん、なんかいろいろ、なんかその引っ越す時も、まあみんなやっぱ自分の住んでるとこめっちゃいいよって言ってくるんですよね、うん、どこ住んでるんですかみたいな、どこどこっつって、いいっつってから全員がやっぱ自分の住んでるとこをおすすめしてくるみたいな、うん、だからいろいろ気になってたんですけど、うん、でもなんか良さそうな場所も良さそうだなと思って、ちょっと、うん、楽しみですね、次は。まああの、まあ、まだあれですけど、ちょっともしかしたらまだまだちょっと「ラヴィット!」の方でもね、もしかしたらあるかもしれない。引き続き見ていただいたらなと思います。はい。ちょっとまここに行きましょうか。あ、もうこの辺りから行きましょうか。行きましょう、はい。というわけでですね、今日は僕一人での配信になってしまいましたんです。なったんですけど、ちょっと今日はここ久々の無限大ホールで配信することが決まってまして、前からで。さっき無限大ホールのライブがあって、ちょっとそこで出ていた2人にちょっと急遽、うん、出てもらえないかとちょっとお願いして、快く A でと言っていてくれた2人が今日ゲストに来てくれてます。というわけで今日の急遽特別スペシャルゲスト、このお二人です。どうぞ。どうもお願いします。こんばんは、ミニツでございます。ありがとう。マジありがとう。ありがとうございます。いや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 。マジありがとう、デニス。いや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 。島さん、語り口調めっちゃかっこええな。なんか、ミュージシャンのラジオみたいな。いや、まあ一人だと、あんな感じになっちゃう。まあまあ、そうか。うん。そうなんだ。本当にありがとう。いやいや、どういたしまして。全然こちらのことで。いや、デニスが来てくれました。よろしくお願いします。すいません、お願いします。はい、いや、で、まあ、急遽お願いしたじゃん、うん、今日舞台入ってるから、うんうんうん、やってるのもありながら、うん、やっぱこのタイミングでデニスと、まあ前にも一度出てくれたじゃん。そうね、出させてもらった、うんうん、あれも結構して、もう結構前だよね、結構前、半年以上 TikTok とかやってるとかで紹介のやつも呼んでくれたし、なんか Zoom とかでやってくれた、うんうん、そう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 、うん、もうでも最後出たのも半年ぐらい前じゃないかな、ね、うん、やっぱちょうどこのタイミングでやっぱまた話したいなっていうのもあったし、うん、純粋に、いや俺もだって嶋佐とさゆっくり喋る機会なんかないやん、今ない。そうや、それこそ飲みにも行ってないし、そう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 、え、そのデニスもさ、そんな、うん、あんまり行ってないでしょ。いや飲みにはそう ね全然行ってない。いやだから本当に、うん、俺もうデニコンも見てますし、ほぼ全部。いや知らんかったよ、見てくれてるっていうことでしょ。デニコンもすごいし、いや本当に本当に全部見てる。
ムサムサマサチャンネルとデニコワだけ。なんでムサしてるの？ムサマサと並んでるの？ムサムサともデニコワはもう全部見てます。いやめっちゃありがたいよ。あとユキオちゃんが、はい、入院してたじゃん。そうなんですよ。このタイミングで。そう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 。あれとかもさ、で1ヶ月入院してたんでしょ。1ヶ月入院して。俺もう 1,2 週間くらいのもんが。いやいやいや。1ヶ月入院してたんだ。1ヶ月と10日ぐらいじゃない？いやだから最初だからずっとぎっくりってぎっくり腰だよね。腰よね。そうそうそう。だからぎっくり腰なんて治るって言われてて、本当稲妻走るぐらいの痛みやってんけど、これはぎっくり腰と思ってたから、だから仕事も行ってて、でももう座ることもできへんから、俺パチンコの仕事を立ちながら打っててんだよ。ほんまやないから。そのパデータ見ながら打ってて。データ見ながら。いや、ちょっと下向きゃいいじゃん。いやいや、こうやって、でもう、あまりにもってなってきて。うん、それがいつ頃？もうもう腰どえらい痛いっていうのがずっと我慢してた。我慢して仕事してた。座薬入れて、仕事を行ってて腰言わしたことないから。え、それがいつくらい？あれはだから8月の、終わりぐらい。終わりぐらい。どんぐらい痛かったの？もう期間的には1ヶ月経たへんぐらい、ずっとだからこんな長いおかしいなってなって、いろんな病院行って。全然わからない、ね、芸人の先輩たちも、あ、それはぎっくりやと、やからぎっくりやから、よっしゃ、ゴッドハンド紹介したるわって言って、ありがたいけど東京都内にこんなゴッドハンドおるんやっていうぐらい人がおんのよ。ゴッドハンドがこんなおるっていう。ゴッド6人ぐらいゴッド6人ぐらいおんのよ。そんなまあでもだいぶよ、6人って。いやでもだいぶすごいなと思って、でも芸人の先輩の紹介で行くから、ぎっくり腰を直すゴッドハンドの人も、あ、ごめんなさい、すいません、あ、すいません、ありがとうございます。ゴッドハンドの人もなんていうの、思いっきりやるけどさ、立ち上がって俺がまだこんなんやん、その人からしたら、いや俺はゴッドハンドやっていう、で俺からしたら腰にバイキン入ってるから、後々気づいたらそのもうぎっくりとかじゃないから、そうそうそう、バイキンのせいや、バイキンのせいやねんけど。そうだったんだ。でもだから帰らせてくれへんくて、ゴッドハンドもな直すまでと治らんわけがないって言うんで。だからゆきよちゃんマッサージ俺膝から崩れてたらしいよ。崩れ落ちた、揉まれすぎて。なるほどね。そうそうそう。ただ無意味なってたらだけど、もうそうそう、こバイキンなのに、そうそう、関係ないから、の治療エラーやられてるから、そうそう、おさんがお前とか関係ない、その関節を決めんのがお前って思うけど、ゴッドハンドにとかしたらぎっくりと思ったから治そうと思ったけど、腰のバイキンで骨が溶け始めてるから、えもうそうそう、もうそういうのじゃないから、俺が立ち上がってこんないから、もう一回行こうって言って、もうその人はもうやけくそで治そうとしてるんだよ。その芸人が来てるパー、いやこんなはずないって。俺はぎっくり腰をのやつを治、次の日 42.195 キロ走らせたこともある、もう一回座れって言って、でまた寝転んでやられて、でもまあ蓋開けたらもう病院行ったら、もうそういうぎっくりじゃなくて、何件か待ったら分かったんだ病院で。いやそれでも最後のゴッドハンドがこれで俺ので治るのはもう、 もう絶対あのぎっくりじゃないって言って、でっかい病院行けって言って行って、でなんか MRI とかやって、そう CT とかやってか、唯一気づいた人がおって、それでもうはい入院しましょうって。お前こそええよ、何その同期でさ、恥ずかしいけど、何番組で決めた、とかやろ、俺あそう引っ越したよ、影響じゃん、そうね、そうらしいね、定期借家やから、もう出てってくださいって言われてて、分かりましたっていう状況で病院行ったら、はい入院です、最低1ヶ月です、あすいません僕引っ越し決まってるで、物件もまだ決まってないんです、いや知らないです、入院してくださいって、いやちょっと待ってください、5日だけって言って、腰痛い中何人か読んで引っ越し荷物だけまとめて、引っ越し先も分からず入院したから。あ、そうだったんだ。あとはもう人だよ、知り合いネットで見て知り合いに決めてもらって、だから退院して初めて行ったやろ。そう、俺 Google マップで自分ち行ってくる。ここ俺んちか、本当に。分かんないですからね、だってね。すごいです。え、じゃあ前のあった荷物とかもその知り合いが全部、まあ、高倉引越センターさんに頼んで、もういやぎっくりでこ、あもう腰で入院なんです、分かった、荷物は絶対に運べないもんね。そうそう、じゃ荷物はもうやっといてあげる、あと物件は知り合いの不動産屋さんともう友達がもう探しますって言って、
だから友達にここどうって言われて、いやちょっとなと言われへん、俺入院してるから、うん、だからもうその時は病院の中、うん、そいつがもうええわって言ったら終わりやん、うんうんうん、お前のそんな文句言われたくないわっていうか、いいと思うけどとかって言って、うんうん、そうそう、だからほんまに初めて家行った入退院とか、住所をこうやって見て、だから退院直後全然落ち着かないよ、初めての家やから。そうそれそうよ。だからなんか、そんだけ入院してたら今までの家に帰りたいよ、ね。そう。そうやな。退院直後は行ってんな。そう。確かに。でもそのもう定期借家やから、うん、そのオーナーさんが海外から帰ってくるっていうのやからもう出てく。もう絶対出てかなきゃいけないってなったんだ。そうそうそう。じゃあ本当に5日間ぐらいで全部やったんだ、引っ越し。もう病室の中でゆきおちゃんは、いやだからその荷物だけはまとめて、うん、で入院中に不動産屋と知り合いがもう探してくれて何件かで、だからそのたまに探してるやつの近場の駅とかになってたよ、だからもうそのだからもうどこでもいいやん俺は。あ、場所とかももう場所はだいたい南の方って言っただけ。南の方南の方っていう、そうそうなんだね、うん、そうで近所になるのよ、めちゃくちゃ近いねんな、ここがな、そうめっちゃ近所になる、近い。え、でもそのいい家なんでしょ、何の文句もないというか、そのだいぶ人が探してくれた割には、そう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 、だからもうその子、うんうん、絶対そこがいいって言ってくれたから、あそこにした、うん、俺も行かしてもらったんやけど、うん、平米数が40平米ぐらい、45かな、45ぐらいで、ほんまにめっちゃその俺らの死んで YouTube の撮影とかも使わせてもらってるから落とすわけじゃないけど、廊下が広いんよ、うんうんうん、この幅がもうちょっと部屋にあったらなっていう。分かる、俺やっぱデニコワはもうめちゃめちゃユキオちゃん家でやってた、生配信とか、そうそうそう、もう前のユキオちゃん家めっちゃ見てたから、呪いの人形とか読んで、うん、全部見たよ、そうそうそう、あれめちゃくちゃ広い家だったもんね、めっちゃ広かった、俺一回も直接行ったことなかったけど、うん、そう、だから本当に俺は定期借家で出てんけど、モレンチ何も事件起きてないのにほぼ事故物件って言われてたから、魂言ってたよ、呪いの、もうわけわからんないから、外国人顔がもう神社行ってギャーって言ってんねんから、もう最初は味方わからんって言われてたけど、どういうことってなってたけど、まあまあすごいね。え、でもその1ヶ月ってなかなか、え、じゃあ本当に1ヶ月まるまる仕事休んだの、うん、1ヶ月ほんでしかもコロナやから、それなかなかだよね、そう、面会も無理やし、ゆきおちゃんも病院から出られへんっていう状況、まるまる病院やったら1ヶ月、今の時期でさ、そのコロナとかでさ、みんな結構2週間隔離されてるけど、うん、ぎっくり腰で1ヶ月いたんだね、じゃあ、そうそうそう、1ヶ月ちょいで、1ヶ月って長っ、そう、ほんでだからその間だってノブ全部ピン、でも俺も全部 MC 無理やり、お情け MC めっちゃ入れてもらって、ネタ5組出番とかあるやん、うん、俺しょっぱなで、はい、ではネタ5組続けてどうぞって言って終わりがもうほぼ毎日。あ、ピンネタでやってなかったの、ピンネタ出てない、そうノブピンでもいけそうだけど、いけるよノブ、俺とかはね、それが昨日キャンセルね、させていただいた、いやだから俺はマネージャー小菅君で鬼越えと一緒ないけど、うん、マネージャーに、あ、俺その大宮決まってるやつ行くでって言ったら、うん、ごめんなさい大丈夫ですみたいな。じゃマジ、むしろマジ、まあ、意思見せたけど、そうそうそう、一人でやりますよ、やめておきましょう、コットンが行くんで大丈夫ですって。なるほどね、全部スケにさせられて、でそういう MC の仕事をちょくちょく振ってくれて、だからのぶ子はなんかみんなやっぱ人柄でいろんな人に呼んでもらって、うん、みんな優しいからライブにどん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 呼んでくれてやらしてもらって、うん、それ1ヶ月か、大変だったんじゃん、そう、でもゆきおちゃん不安やったんがさ、相方メンヘラ芸人っていうライブ企画してやった、その鬼越のさ、金ちゃんの方、りょうちゃんがメンヘラやから、うん、あとピスタチオ一時さんメンヘラやから、うんうん、分かるよ小沢さん、うんうん、で、あと西村、コットンの西村もちょっと難しいとこあるやん、うん、分かる、だから今日に呼んでやって、めっちゃおもろそうやん、そのそう、ほんで、おもろかったけどトークライブ、そうそう、うん、で、クイズ出すってなって、うん、相方の好きなとこどこですかってこう相方側に聞いて、こっち側は知らずにおのおの答えるみたいな、うん、で、アンケートをあの作家さんに出してもらってさ、あ結構ゆきおちゃんに、そうそうそう、ほんでピスタチオさんとかやったらさ、一時さんが小沢の顔が気持ち悪いところが好きとかさ、わかるかよみたいな感じでさ、うん、で、ゆきおちゃんは俺優しいとこで書いたよって言うんちゃうって言ったら、ほ、うんだからさ、答えでさ、ノブ君と出会ったのは4年ほど前ですが、出会った頃からすごく気を使っていただけて、めちゃくちゃ長文で書いてる。いや、クイズやって言うてんのに。俺だから、あ、ゆきおちゃん変になっちゃったんかなと思って。入院が長すぎて、もう分からんようになったんかなと思って。すっげえ不
不安になったよ、その時。不安になるね、それは。3週間ぐらい経った時やったんやけど。あれは何やったか。でも3週間後ぐらいから、うん、本当に予想できへんぐらいの、もう病院で面会禁止やから、うん、大スター。どういうこと？おじさんたちの大スター全員歩行器つけて俺探してるから。ほんまやから。いやいや、年齢高いもん。みんな年齢高いし、面会禁止やから、うん、でおじさん60歳ぐらいのおじさんとかってもうネットとかもあんまできへんくて、うん、Wi-Fi 機能も、うん、あの個室以外ついてないんだよ。で個室なんぼと思う？俺個室にしますって言われてんけど、27,500円で1日。うん。え、それ保険効かんぞ。自分実費？実費よ。うわー、それ無理や。それ無理だってなってて、そっから俺もこううずうずしてたのよ、うんうん、その誰とも喋って、俺おしゃべりやから、うんうん、いやほんと辛いよね。1ヶ月は長すぎるわ。ずーっと誰とも喋ってなくて、でもう全てが早いのよ。その上野さんは若いので、うん、あのお風呂入るの一番最後にします、うんうん、あ、なるほどね。それでいいですか？あ、はい、何時ですか？順番もある、順番もあるで一番最後です。何時ですか？あ、昼の3時って。一番最後で、もうだからもう昼の3時には朝風呂なんだ。そうそう、朝風呂でなのよ。まだ汗かくよ。汗かく、汗かくやな。ラストに行きたいな。とかもうそんなんもいろいろ、あと看護師さんの何やこいつと思ったとかもあるけど、ずっと黙っててんけど、うんうんうん、なんかこう面会禁止がリビングみたいなところで、こうある日俺がこうなんか暇やからぼっとったら、やっぱなんか66歳ぐらいのおじさんが話しかけてきて、でもそのなんて、俺は忘れかけてたけどさ、あ、上野幸男ですだけでもう笑ってるのよ。もう1年目思い出したよ。そうなるんだ、66歳ぐらいのおじさんに。この顔で七五三言ってますって言ったら、で今だからそう、そう、今はもうそんな無限大ホールじゃ受けない。なんなんこいつってなるよ。お客さんが冷めるくだりなんやけど、ニューヨークなんて全く受けへんよ。あんな病院なんて。だからそんな、なんて見栄えもようわからない。もう66歳とか70歳ぐらいからもうギャップや。もう一番わかりやすいギャップや。だもう最強やん、俺ギャップな。いや、もう老人ホームの営業行った時みたいな感じ。そう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 。だから病院とかで、あ、食べますって言って、もう袋から芋けんぴ出しただけで、嘘つけーって言って。ちょ、ほんまやねん。ほんとか。お年寄りからしたら、それはでもほんま、いやいや、もう忘れかけてるだけで、やっぱ向こうからしたら外国人が、あの芋けんぴ食べてるっていう。じゃ、原点回帰の日々を送ってたんだ。そういうことか。ある種1ヶ月間。そう、初心に帰った笑いというか。ゆきおちゃんに LINE 見してもらったら、やっぱおじさんたちから LINE 来てて、交換してて、今後もコルセットの会継続しましょうとか言って、コルセットの会なんなんその会って言って、LINE グループコルセットの会、コルセットの会やから、おじさん何人かとグループ LINE 作って、そうそう、それでだから俺は移動は車椅子やったらいいって言われて、もうだから安静にしとかないと。病院の中でな、基本安静なんです。そうそう、あと3人はこういう歩行器やから、うん、もう俺がだから、だその60歳ぐらいのおっさん3人こう歩行器を、うん、でそこで俺が、あの看護師ねえ、ほっぺでかかったですよとかで、うわーって言って盛り上がった。コルセットの会で、コルセットの会で、でも一人大社長やった。今度飲みに行くけど。その時にコロナ落ち着いた11月って、みんな長いこと入院してるの、同じ時期に、まあ、みんな入院したけど、で11月の人が実はみたいな、うん、え、何の会、まあ、会社やってまして、この僕は、普通の大企、普通のでっかい会社の社長やった、そう、蓋開けたらな、じゃあゆきおちゃんもそれなりに、じゃあそういう感じで毎日楽しく過ごしてたんだ。いや、マジおもんないけど、だからそんなん言うの、屋敷が、うん、な、屋敷もだからこの漫画を勧めようみたいな送ってきてくれた。あ、優しいな。何この、あ、漫画ね、うん、そっか。基本そのだから何、どういう、もう基本安静なの、手術とかした？いや、手術してない。だから、あ、手術とかしない、バイ菌をな、点滴で抜くってだけ。ああ、それで1ヶ月。そう、ほんでそのバイ菌が点滴で死にきらんかったら最悪手術ですねみたいな。あ、なるほどね。ただ今もその骨にバイ菌で溶けてるから、骨が溶けた状態なわけ。だから痛い、今痛くて、骨折みたいに骨が埋まってくるんです、その穴開いたところは。あ、それまでは安静なの、完治するまでって感じかな。今年いっぱいは、うえ、そうそうそう、コルセットつけとけって言われてる。なるほどね。でも普通にもう出て、今日とかライブしてたわけでしょ。そう、だからあんまり動かんでもいいネタを頑張って今 M1 に向けてつけてて、
今日、ね、作ってて、うん、俺ら今年の勝負ネタが、うん、相撲 vs カポエイラっていうネタだよ。うわ、それ面白い。そうなのよ、タイトルいいやろ。めちゃめちゃ面白い。そう、どっちが上か勝負するっていうネタだけど、それめちゃくちゃ腰使うっていうか動くから、あー、それめっちゃ、あー、じゃあ急遽そのプランが、そうそうそう、だから1回戦2回戦はもう急遽退院して来てから作ったやつやって、うん、3回戦パスして順々までに腰の調子どうやろうなっていう、いやー、それみたいな、そう、それ今年やれたら一番いいんやけどなっていう、あー、でもほんまにやるんやったら座薬入れないといけないな、痛み止めのな、なるほどね。それでノブ君もなんていう気が狂ってるからさ、やばいこと言おうとして手加減知らんというかさ、うん、そうそうそう、だってそれに、うん、本番ね、熱くなっちゃうから、そう、熱くなっちゃうから、ノブ君って熱くなっちゃうからさ、そうそうそう、いや、それはあんま聞いたことないけどね、 M1 で、そう、体がその腰を腰がやばいからネタできないみたいな、うん、そう、でもまあ今日なんとか2回戦を受かってたからよかった。いや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 、それはだからもうデニスも去年からもう仕上がり仕上がってないよ、お前もう羨ましすぎる、お前ほんまに羨ましいよ、ニューヨークお前ら、いや、こんなさ、ニューラジオとかさ、大人数でやってもらってるけどさ、うん、もうほんま青春やで、その今みたいに売れる前からやってて、うん、ガーッと上がってったんやから、いやいや、そのな、ありがたいけどな、そう、いや、でもキングオブコントがダメだったからな、ちょっと俺らも M1 よ、それ行きたいよ、だからダメっていうレベルが高いやん、言うても決勝行ってるわけやし、うん、俺はキングオブコントもな、はい、2回戦まず作った棚が入らんかってんか会場に、うん、入ってな、向こうどういうことだ、廊下、いや、テーブルをどんだけでかいから劇場は入る、うん、劇場入る、楽屋入る、うん、廊下の細いとこ入らんかったのよ、裏道、どう、裏道、そんな細くなくない？2階線、いや、2階線、テーブルがでかいのよ、テーブルがでかい、テーブルに銃撃戦で隠れるっていう大きさのテーブルやから、あ、結構でかいやつで、大塚ホール、いや、すごいよ、もうキングオブコントも決勝行ってな、マジで羨ましいよ、いや、それはありがたい、俺らも頑張らななっていう感じ、金貸した時は懐かしいよ、あ、そうやな、嶋佐なんかさ、しょっちゅう貸してっていう感じやったもんな、昔な、うん、しょっちゅうでもないよ、嶋佐とモグラな、あ、モグラもそうやな、だって俺、嶋佐にさ、金貸さんかったら一回キレてたよな、いや、キレてたマジやばいよ、そんな、なんで貸さねえの、意味わかんねえと思う、貸さないからな、お前にはもうお前には貸さないし、俺もだから今後、いや、だから、そうなってきちゃうから、いやいや、いや、それええけど、ほんと貸しといた方がいい、てめえ、なんで一万貸さねえんだよ、と思うけど、はい、そっち、ぶち切れ、ゆきちゃんもすぐ貸してくれたから、ちゃんと返してたしね、あ、そうか、そうか、そうか、モグラから返済来たの、モグラからも来た、いくら貸したんだっけ、結局何もやったんやろ、だから結局6、7万とか8万とかのぐらいからこう徐々に返して、うん、あ、そのくらいか、そうそう、返してきてこうもうなんぼなんぼずつみたいな感じで、うん、でもそのずっとそのさ、あ、うん、もっと多く貸してるのかと思ってた俺、いや、そんなこともないねん、あ、そうなんだ、 でもゆきおちゃんめちゃくちゃキレしてたよ僕らに、あいつ全然返さないとか俺だから20万くらい貸してるのかなと思ったら6、7万くらい、なんかそれが行ったり来たりで、うんうん、そう、あいつ嘘つくねんな、なんかな、返す目処が立ったんでとか、あ、そう、新しいバイト決まったんで、それで返しますって言って、なんか言ってた、イスラエルからの船の荷物を降ろす仕事が決まって、明日明後日行くんで、お金いいんで2万貸してくださいって言って、それで4日後ぐらいから4日後ぐらい会うやん、うん、あ、もぐら、お前それあのそのバイトの方で2万入ったやろ、うん、返せよ、いや、すいません、イスラエルから船が来なかったです、え、そんなことあんのっつって、意味分からんもん、で、まあ最初はなんかまあ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 ノリのな感じで、本当に返せないんだ、そうそう、それ穴掘り行く、そうそう、穴を掘るバイト見つかったんでみたいな、で、まあ、それでお前シフト見せろみたいな感じで、いや、明後日から行きますって言ってな、うん、もうこれほんまやで、笑い抜きで、うん、いや、なんか会社が潰れたみたいでとか言ってきて、うんうん、はって言って、うん、なんか掘る場所がなくなったっていう、なんかあいつも大喜利してんねんけどなんか穴を掘り切ってもうだから、その急に1日目2日目のやつが掘り切ったから開拓する土地なくなったって言ってあいつなんのじゃあ、だから最初は、うん、あ、じゃあ本当にで、デビューもちょっと怒ってて、うん、うん、そうかな、それでみんな、もう誰も貸してくれない、まあ、返さねえのこいつとはなるの、そう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 、そう、それがずっとだって俺何年間も貸してて、うん、帰ってきたり帰ってこいんかったり、うん、あいつも途中、なんていうの、
床屋も俺一緒に行っててんで、あいつ連れて。え？だ俺が床屋行くタイミングはあいつも一緒についてきてたのよ。だあいつお金ないから。そう。で俺はあいつに一緒に床屋で払って、それで焼き鳥屋行って、だったらパチンコ一緒に行きましょうっつって、でパチンコでもすいませんっつって319、うん、あんな2000円とかで。でもう2000入れて、あっちゃーってか、もう出るわけないやん。出るわけないやん。それで、貸して、ちょっと貸して。でもう俺もさ、そんな嫌やけど、1万貸して、1万ずつ貸して、で、売ってて、で、あいつ1万なくなって、俺が貸してる1万。うん、で、俺がさ、前田刑事で当たったのよ。確変で、ちょっと、行きましょうっつって、ちょっと運気悪いですっつって、あいつがずっと確変だけ売ってんのよ、俺の。オカルト的なオカルトやな、打ちたいんだ。打ちたい。大沢さんとかもやんねん、そんなお前今運気悪いから変われとか言って打ちたいねん、大当たりがなかなか引けないから、そうそうそう、学園入ったらそう、うん、楽しみたいです。そうそう、でもあんな大スターになるとは思わなかったけど、本当だよ、もうほんまやな、ほら、よかったよな。でもじゃあどうやって、もうどういう感じだったの、もうその長年の借金返し。キングオブコント取る前よ、あ、取る前もうそうだったの。取る半年かぐらいの時に、うん、なんか上一回切れ怒ったけど、うん、なんかそのゆきおさんに返したら、うん、その他の人にも返さなあかんし、うん、でただ後輩みんなおるやん、みんなおるから、そうやったら面白おかしくなって、ゆきおさんはその借りてるランキングではマジで下の方なんでとか言われてて、でそんなんでいろいろあったけど結局帰ってきたな。多分よう会うやん俺と。そう、ほんで楽屋で会うときにめっちゃ詰めんねん、その お笑い超えた詰め方でも本当に怒っちゃう。ゆきおちゃんマジやばい、本当にもう返せって感じだったってことで、それがだって4年ぐらい経ってて、最後の方塊詰めてたもん、お前の前だから、お前らはずっと、連帯保証人みたいな、すいませんとか言って、マジやで、うん、そんなん住んでて、営業所そうやな、最後、うん、ほぼ語り回り詰めてたな、語り回りめちゃくちゃ詰めてたもんな、マジでね、お前らじゃあもう晴れて、うん、そうだね、いやすごいよ、本当に風機変えたのね、すごいな、だってキングオブコント取る前からもう人気出てたもんね、まあもうね、もはやね、元からもう単独も売れるし、もはや本当そうだよ、そう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 、そうか、すごいよ、そうね、ノブも引っ越さないしね、俺引っ越したいな、ほんまに引っ越したいよ、ほんまに僕あの5畳半で、風呂トイレ一緒で20平米なくて9万3000円してるんですよ、結構もったいないから引っ越したいなとは言うてんのよ。うん。でノブもやっぱ鬼人だから、うん、逆にそのずっとさ別に引っ越せるけど、うん、ずっと永遠に引っ越さず今も引っ越さないもんね。そう、もう7年目になってもうからね。うん。1年目から引っ越したいって。汚いしね部屋も。汚い。なんなんだろうね。不思議よね。だから実家がゴミ屋敷やからな。もうちすぎやから。そうそうそう。ちっちゃい子供の時アイス食べたらどうしてたんだっけ。アイスの僕はクソロフィンポーゴミ屋敷だな。そう、ゴミ箱って概念がなかったから、ああ昔トイレで正面する時も適当にやってたから。それは違う、でもいや、それはおかしいじゃん。いや、まだ便器あるアイスはまだ分かるけど、それはおかしい、便器ある、めっちゃ汚かったよ、おうちトイレ。いや、便器ある、なんで適当にやっちゃう。いや、もうええかっていう感じで、バーっていや、ノブ、猫何匹飼ってたか知ってる。猫、猫かわいいなって、ノブ猫飼ってたって、俺11年目で知ってんで、うん、いや、実家の時、あ、ね、あ、猫飼ってたよって、11年目で5匹、いや、24ゴミ屋敷の猫屋敷やで、だからノーフィクションとか来なかったの。え、ノーフィクションとか来なかった。いや、来てない、それは大丈夫や。24、どういうこと。でも普通さ、ずっと無限大出てたら猫飼ってたとかなんかないエピソード。24匹飼ったらなんか絶対エピソードあるやろ。全く知らなかった。俺も知らなかった、うん、だからなんか流れてそういう話になってからめっちゃ言うようになって、それを。あ、なるほどね。そうそう、俺そんな意識してなかったから、ちっちゃい頃やし。変すぎない、これノブ細い体知ってるやん、うん、してるやん、うん、ジム何年行ってると思う、ノブ君。あ、鍛えてた時期あったよね。あ、そうそう、うん、何年行ってると思う。週3な、まあ、俺も知らんかった。週2の時もあるけど。週2かな。6年19年え、
19年週3でジム行ってる。大学の時から行ってるから、うん、18歳。え、欠かさず、うん、週3で。あ、でも、うん、一週行けんかったとかはあるけど、だいたい週2か週3ぐらいか。ジム19年前ちゃんと行ってんの、うん、行ってる。そう、いないよ、マジで。それでこの細さいないよ。こんな閉まってるけど、うん、で、な言うやん。てか俺西ダックスとかよりジム歴長いからさ、ほんまはもうちょっとついてないと分かんないけど。だってさ、うん、それこそ6年くらい前にさ、うん、なんかジム通いだしたみたいな。いや、その時にノブ君は通っててんけど、うん、大拓さんたちのパワハラで、うん、笹塚のジムに松下も来いって言われて、俺は違うジム通ってた、ほんまは。通ってたんだ、もうその頃に10年以上。そうでもあの時さ、通いだしたみたいな空気出してた。いや、俺通いだしたって一言も俺は言うてないのよ。だから大拓さんとかがそこのジムにしようって言うから笹塚行ったよ。ああ、そう。俺笹塚じゃないんやけど、まあ、すげえな、変や。それで全員、大拓さんも全員辞めて、そうそう、半年ぐらいで辞めて、ノブ君だけ渋谷から笹塚のジム行ってたのよ。そう、何年もだからノブ君だ、前のジムにもうかわいすぎるやん。一人だけ渋谷から乗り換え、明大前で乗り換えてさ、笹塚行ってジム行ってて、変やって。今も行ってるの？今も見てる。今はあのエニタイム、家の近くに。ああ、なるほど。そうすごいな。もうだから行かなくなっちゃったもんな、もう2年くらい。え、でもさ、嶋佐さ、めっちゃ筋トレしてたよな。してた。コロナか。コロナで。ああ、そうね。ちょっと怖いもんね。ちゃんと行ってたんだ。そう。18年やね。それを言って、俺聞いたこともなかったもん。それってむずいな、めちゃくちゃ面白いけど、なんて言ったらいいんだろうね。いないもんね、そんな人。そう猫も23匹、24。そう。まだ実家にいんのね。え、もうおらなんか7匹ぐらいはちゃんと部屋と外行き来してたけど、あ、もう自由外というか話がみたいな。他は勝手に庭に住み着いちゃったやつとかやから、だから半分ぐらいは名前ない。あでも「こんなの」とか言ったら来るから、そう、来てるっていうジャンルに入れてたっていうだけで。あ、そう。そう釣りはでもやってるでしょ。釣りめちゃくちゃやってるよ。そう、釣りは、うん、途中から始めたよね、なんか何年か前から。あ、でももともとは俺四国の徳島県やから、うん、海釣りもそうやし、九州の方ってバス釣り超有名やから、うん、小学生より前からやってる。で、あ、なるほどね、昔から好きなの。そう、芸人になってもさ、あわよくばの小川さんとかさ、マンキンタの山本さんとかおったや、うん、とかと年に3回4回ぐらいだけバス釣り行ってたよ。で、吉本釣り部立ち上げて、そう、4、5年ぐらい前から週1で行ってる。今も行ってんの、週1で。週1。すごいな、週1で釣り行って、週2、3でジム行って、充実というか。それはもうずっと、そこだけは。もうずっとそうやな。でももう怖いよ、やっぱ。俺入院してて1ヶ月か、もしかして 2ヶ月かもしれんってなって、うん、ごめん、 M1 出られへんわって言って、 M1 出られへん、まず単独もう無理、もう飛ばしたから、そう単独できない、 M1 出られへんわって言って、仕方ないね、グッドマークだけ。もう優しすぎる。怖いよ。いや、それなら仕方ないじゃないですかね、それは。いや、じゃあなんでちょっとムカつきかもな。それで俺が退院期間、マネージャーは来んのよ、いつぐらい退院できますか、ノブ君からは一切ない。だからもう、そのデニコアでも言ってるけど、ノブ君はその前世とか、その子供の時人殺してんのよ。それの前世の人が。いや今子供の時多分7歳ぐらいで人殺してんのよ。今償いの人生を送ってんのよ。ああ、時効すぎて。うん、いや、ああじゃないよ。そんなわけで、なんなの、ああ。なるほどね。なるほどねじゃないよ。おかしいもんね。なんかもうだから なんなのこの白い変な汚い T シャツ、なんかこう染みついたさ。いや、そう、なんかさっき M1 のさ、あの今日の2回戦のインスタライブの発表の時、緊張しすぎてコーヒーこぼうじゃん。発表される時に。そう、そこはちゃんと緊張するの。するもちろんすっげーする。それはしてた。うん、緊張したな今日は。いや、でも、うん、いや、デニス本当にあるよ、絶対。かいや、そのネタが、ネタやな、ネタ次第よ。いや、まあな、確かに人生をマジで変わって目の前で見てるもんな。いや、そうね、ニューヨークもそう。本当に。いや、俺らからしたら、その、うん、なんちゅうの、なんなんだろうね、そういうのはあんまり。確かにその、いや、それはあるけど、こんないろんなテレビの収録とか呼んでもらってさ、そう出てて、なんなんだろうね、本当忙しくさせてもらってるなって感じ。うん、あとなんか、なんだろうな、その、うん、それこそお給料とかさ、うん、それは上がったけど、全然ちゃうやろ。
何枚もやっぱ外のあれがあんまないからさ。あ、まあ確かにな、その飲み会で例えば女の子がおって「わあニューヨークだ」とかがあんまないってことね。その外のあれで歩いてないしさ。でも俺ちょっとやっぱ気になるんが、やっぱりさ、この無限大ホールでずっと出てたりとかのさ、感じの芸人ロードは分かってるわけや、その生活って、で今テレビ増えてさ、まあプライベートは忙しくてなかなかコロナとかで遊びに行かれへんかったりするや、どう幸せなん今。そう、俺めっちゃ気になるんですよ。いざ自分たちがなりたかった仕事量とかになってるわけやろ。そう、レギュラーもあってな、いっぱい。だから本当に最終的にはノブみたいな風になりたいよ。ノブはもうやっぱすごいよ。いや、ノブくん幸せそう。うん、なんかやっぱりちゃんと筋トレもとかもしたいし、そういう自分趣味なんか見つけてさ、それこそゴルフとか釣りとか、なんかそういうの週一でやれるとか、そうか、もう週一の休みとかも取られへんもんね、今な。そうだね。いやいや、めちゃくちゃありがたいけどね、楽しいし別に。あ、まあ仕事が遊びみたいな感じになってるのか。まあ楽しい仕事はさせてもらって、でもその、なんかね、まあ、経験できへんことな、そういうロケ。それはね、そういう。でもそれこそなんか、考えようによってはない、不安にもなっちゃうじゃん、レギュラーとかさ。そうやな、いつまで続けられるか。ノブ君の俺が入院してる間ヒゲ生やしてさ、俺とキャラかぶりしててんから、ずっと。いよいよ稲川淳二みたいになり始めてるらしいね。パーマ当ててさ、真っ黒な服着てて。ノブ君ってやっぱ充実してるの、ポジティブというかさ。そう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 、そう、ポジティブだよね。ポジティブではあるかもしれないね、確かに。そうそうそう。でもデニスはそのやっぱりその前もそうだけども、TikTok 今もやってる？いや、もう最近ほとんど更新じゃない。あ、そうなんだ。そうそう、 YouTube でもショート動画上げてて、そっちって1分以上の方がショート動画じゃなくちゃんと広告ついたりするから、そっちで上げたりしてるかな。 TikTok もまたやろうかなってなってる。1分以上の動画撮っちゃってる。 TikTok らしいよ、これからは。本当に。まあな、いや、まあ、YouTube すごいけど、デニコはもう YouTube もすごいじゃん。いや、ありがたいけど、 YouTube も全体的にもうやっぱ、そうね、全体下がってきてるっていうもんな。でも俺デニコは見てんだけどさ、あれってさ、やっぱデニコはファンなんだけど俺。いや、もうあれってあのさ、マジな、毎回声とかするじゃん。そうやろ。だから俺らも音とかラップ音とか、あれマジ。まず一つ言えることは、ラップ音ってもう当たり前のようにすんねん。で、へー、そう、もう当たり前のようにするんですよ、その廃墟とか行ったら。ただその原因がネズミなのか、家なき家がバキッて言うのなのかは全く分からんけど、ラップ音とかは平気でする。なるほどね。 それを込みでラップ音。そうそうそう、ほんで俺らからしたら分からんから、それが何なのか、ただ怖いだけであって。なるほど。ほんで例えばなんか腕が映ったみたいな回があるんよ、神社とかで。俺見たよ。そうだろ。それとかも俺らその場で幽霊見たことって一回もないの、心霊時いろいろ。ああ、なるほど。そう、ほんでグループラインとかですごいの映ったよ、その YouTube 上がるの楽しみにしといてねっていうタイミングで、みんなと同じタイミングで知るのよ。なるほどね。そうだから、そう、分かるんだよ。その場でちゃんと見た経験とかあったらもっと言えるんやけど。あれもやばかったよ、俺。ねえねえ、トイレのさ、ドアがふわーって開いて。そうあれやばかったよ。そう、あれやばいな。あれは何とされてるの？あれはもう謎。いや、あれシークエンスハヤトモに見てもらったら、中から霊が出てきてるっていうことらしい。勝手にドア開いてる。ただそれが霊なのかどうかは俺らはもう全く分からん。なんかのタイミングで開いたんかもしれんし。霊感ゼロやからさ。そう、だから本当に視聴者、動画を視聴者に見てもらって、視聴者の人たちが探してる、ウォーリーを探せみたいになってる。みんな霊を探す。すごいのよ。あ、じゃあ編集してアップしたやつからさらに、そう俺らの本当に平均視聴時間えぐいから、維持率だから、皆さんが、みんなが見てくれてるから、隅々までここラップ音してないから。あ、そういう楽しみ方してる。俺らが霊感ゼロやから全員が探してる。なるほどね。心霊好きじゃないけど、そういう見方で楽しんでる人がいるってこと。そう、ほんで0コンマ2秒ぐらいだけ映り込んだ変な映像とかがあって、それをここに映ってますとかって言うてるってことが、コメントとかで来るんだ。そう、ってことが 0.25 倍速で見てるってことなの、30分ぐらいの尺を。でもすごい探索能力が半端ないというか。すごいな、その人。
すごいのよ本当に。すごいね。そうよ。え、あのさ、うん、根本さ、うんうん、やっぱ慣れないの。慣れへん。怖いの。怖さって慣れてこないの。だって俺ら結局なんやかんや9カ所ぐらいしか。いやめ、あ、でも9カ所も行ってるじゃん。うん、あ、でも9カ所くらいか。意外とそうね、そんなもんね。9カ所10カ所やから。多分もう慣れへん。1ヶ月に1回、2ヶ月に1回しか行かへんから、またフラットに戻ってる。親戚の子供みたいな。そう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 。久々にやったらまた人見知りみたいな。人見知りみたいな。霊見知りみたいな。まあまあ霊見知りみたいな。完全霊見知り。そうそうそう。あ、そうなんだ。だから、でもノブ君が今心霊界を制御。だからノブがあれなんなの、うん、たまにヤバくなるじゃん。もうぼーっとしてなんかもう、じゃなんか決まっちゃってるやつみたいな。いや、それも俺も島さんも同じ状況になったらそうなると思ってて、うん、なんでかって言ったらさ、暗いさ、出るって言われてる部屋に、うん、なんか動画の尺やったら別にさ、3分ぐらいけどさ、15分ぐらいおるのよ。一人検証って言って。本当にいるんだ、あれ。そう、ほんまにおるんよ。ほんで、もうなんか起こるまで、とにかくタコ粘りするわけ。その、ディレクターの人が絶対なんかを抑えたいっていう。そう、ディレクターの人がマジで、だってあの出川さんとかと海外ロケ全盛期行ってたディレクターやから、そう、もう、追い詰めるの得意なのよ、俺らを。芸人とかをどん底まで追い詰めるのをあのマジで追い詰めてくんのよ。だから俺としては出川さんにも俺言ったことあんもん。あーダメだよってあの人その当時過激な時 の、 あその巨大ナマズ、あ、その電流電球なぎな、電球なぎ、うん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 、とかでもうむちゃくちゃ言ってたんだ出川さんとかに。そう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 。だって俺もその人にバハマのサメの中ぶん投げられてんねんから。そう、海外ロケ、海外ロケ、ああ、あれか、そう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 、バハマのカメとか伝説のね、あれってそのどこまで言ったんだっけあれ。え、伝説のサメに噛まれたやつね。そうそうそう、イギリスのサメに噛まれちゃったやつ。2メーター半のサメ100匹の中にくさびかたびら1本で、そう、今のテレビやったら NG やな。でサメ噛まれたもん、ね、噛まれた、噛まれた、噛まれた、左手、左手、そう、うん、チファーなってたんやから、もう紫の腕パンパン、うん、あぶねえ、あれやばかったよね。やばかった。あ、そうなんだ、うん、そう、その吉見でっていうか、そうそうそう、そのつながりでその人はだからで、こう海外ロケ激しいの、うん、だから俺がでちょっとテレビ出させてもらったら 3年目ぐらいがもっと緩かったよ。だからもうメキシコでスカイダイビングさ、むちゃくちゃ田舎でもう無理やり飛ばされるとか、なんか結構過激なやってた人と仲良かったから、その人が心霊好きやからって一緒に始めようって言われて、だから俺からしたら失神寸前やねん、もうずっと。え、そんくらいになるの。なるなる。え、どういうこと失神寸前。もうだからずっと一人で暗い部屋中向いたら、ギャグやってるし。それはどういうこと、その気持ちがもう、気持ちが折れそうになる。あ、怖っとか、なんか普通にしとけばって思うやん。うん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 、今多分リアルに頭に描けてないだけで、途中暗いとこで、あれ今なんか動いた気するなとか、ラップ音は平気でするから、うんうん、パンとか言ったら、一回怖くなるともう止まらんのよ、恐怖って。あ、やばい、あ、やばい、あ、逃げたい、あ、やばい、やばいってなるのよ。今度もうクラクラクラってしてきて、俺はその状況と思ってんのよ。でもシークエンス早友に見てもらったら、いや、それはもう半分取り憑かれてますよみたいなことらしい。そう、だから分からん、実感としてはこれって取り憑かれてんのかなみたいな。あれは普段の生活でさ、うん、そのなんかそれこそさ、テーマが取り憑かれようじゃん、うん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 、なんか売れるためにね、うん、変なこと起こったりしてないの。俺は心霊現象ないな。普段はだからそのやっぱりサイコパスやから、そういう例は来ないって。俺みたいなちょっと心が弱いメンヘラの人たちに例はつくって言ってたけどな。家で泊まってたもんね、ゆきおちゃん家で、その日本人形と、うん、だからなんか俺についた例も、俺がそんなのあんま気にせえへんから普段、うん、俺経由でゆきおちゃんについてるらしい。はい、俺がそうユニオモトみたいになって、シークエンスとかから見たら、うん、そう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 、だからノブ君についてで、俺についてくる。だからノブ君、まず最初は入りはノブ君らしいよ、うん、そうそう。でもゆきおちゃんも別にないんだ、普段の生活で特に変わったこと。1ヶ月入院してるよっていうか、そうじゃん。いや、そうね、確か。いや、でもそれは例のせいじゃないのよ。違う違う違う、取り付かれることによって運気を上げるっていうコンセプトでやってるんやから、うんうんうん、そうだね。いいことがあったら例のおかげやね、悪いことはもう、あの最後に俺ん家に来た日本人形が思いっきり腰曲がってるんで、うん、それじゃん。違う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 、いいことはレイさんのおかげで、悪いことは自己責任。そう、全然違う。
なんだよ、この方。俺1ヶ月入院してね。それはもうちゃんとそのちゃんと早病院行かんから、ね、その腰曲がった日本人形を借りる日に俺腰痛くなってるんで、あら、いやだからその人形が早めに早期発見してくれたよ、逆にいいことしてくれるから、霊はそのおかげだから、ありがとうございます、ね、感謝した方がいいの、感謝した方がいいのよ、そんな、そうそうそう、あ、ちょっと一旦、はい、休憩です、はい、あ、一旦休憩、換気休憩、あ、換気休憩あるんですね、そっか、なるほどなるほど、はい、ニューヨークのニューラジオ、じゃあ次はこれはどう、続いてる、うん、あ、授業16秒17、うわすごいやん、よいせーの、じゃあこれは、あーこれぐらい10 8 9 10 11 12 13、違うね、さっきとか、あーいた、すごい、すごい、今何が測ったわけだよ、10、じゃあ次、次はすごい、何がすごかったの、何秒、15秒、17の方がすごい、10秒とかないかな、こんばんは、グレーのテルです。グレーのテルがお送りするショートライブ赤ちゃん、わたくろ、お前子供が生まれたんだって、おめでとう、嘘だろ、お前の赤ちゃんまだ生まれたばっかりなのに、ゆっくりと歩き出せ、じゃ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 、続きまして怪談話、これは俺がまだ幼い頃、真夜中の理科室から物音が聞こえるっていう噂話があったんだ。気になった俺は久しと真夜中の学校に忍び込んだ。すると理科室で人体模型がゆっくりと歩き出す。続きましてアルプスの少女ハイジ、クララがゆっくりと歩き出す。続きましてウサギとカメ、ウサギは走っていきましたが、カメさんはゆっくりと歩き出す。続きましてシンゴジラ、はあ、街で怪獣がゆっくりと歩き出す。続きましてトイストーリー、真夜中におもちゃたちがゆっくりと歩き出す。ラスト、平成のヒット曲、ゆっくりと歩き出す。以上、グレーのテルでした。Thank you。
言わないでね、ノージ君。ありがとうございます。かわいいアスカさん、はい、スマホスピナーをかわいい子供がやってくれてましたね、うん、大沢さんとやった、うん、そして、うん、藤井さん、ピン芸人か、あれ、うん、放課後ハートビートみたいな、うん、グレーのテルの、あと夏美さん書道、ありがとうございます、うん、こう送ってきてくれるのよ、いいな、なんか視聴者の方とな、うん、こう、ね、やり取りできて、あとあれも聞きたかったな、あれ、うん、俺本当にデニコン見てる原田龍二さん、あれ何だったの、ゲストで原田龍二さんと、ま、わけわかんないタイミングで急に原田龍二さんとコラボしたけど、おい、えと思って、すごいと思って、いや、それも流れがあったっけ、そう、流れがあって、原田龍二さん、うん、俺らの大ファンなのよ、すげえ、そう、ほんでご、ね、ご自身も YouTube チャンネルやってて、うんうんうん、そこで心霊をちょこちょこやられてて、で、その原田さん来たんだ、いや、だから毎回俺らなんか生配信してたりとかもしてたり、うん、何万人いったら生配信みたいなやらせてもらった時に、うんうんうん、いつも原田龍二ですみたいなのでコメント来てて、そうそう、偽物やろ、生配信生で見るぐらいファンなんだ、そう1時間とか2時間とかずっと毎回見てくれてて、原田龍二ですって言ってて、うん、何を言ってんねやろと思ったらほんまに原田龍二さんやってって感じ、 それで、そのディレクターの千葉さんって方がおるんやけど、うん、原田さんと昔、メキシコかなんかでモスマンっていう、グスマンかな、モスマンか、モスマン、ガ人間を探しに行くっていうロケを、ガ人間、そうだから千葉さん狂ってるって言ったんですよ俺らのガ人間を探しに原田さんと行ってんねんから、そういう、もう時代だね、そういう時代の狂ったガ人間ってだから、そこでスタッフさんともつながりあるから、じゃあ一緒にやりましょうっていう流れで、なるほどね、そういうのがあるよね、YouTube ってね、そういや面白いな、なんかそういうんで絡める、いい人そうだね、めちゃくちゃいい人、ね、まっすぐ、うん、すっげえまっすぐ、面白いしな、だから霊感ないのに、もうハイホテル行ったんやけど、1階の部屋に少女が出るっていうんで、もう部屋小走りでブワーみんなやんか、うん、普通やったらさ怖いからなかなか意見プラス、ここかなとか思いながら行く、もうブワーブワーとか言って、何してんすかって言ったら、いや、いないよ、霊いないよっていう、で見えへんのよ、あの人、うん、見える人が、見える人の行動だよ、そう霊感ゼロなんだよ、もうダッシュでずっといないいないと、だから1階から4階行くんをマジで7分ぐらいで行ってもうて、でもこのままや、次行こうっつって、だから霊感ゼロですよね、霊感ゼロだよって言って、それでそのまま何やねんっていう、普通心霊スポットってなんか、ここの扉とかあるやん、そんなの普通に、カメラで怖くはないの、じゃあ、あの人多分ね、そう、今日根性がすごいんやと思う、あの人、気合い入ってる、俺ら怖くてなかなか進まれへんもんな、うん、もう怖くないんだ、面白いな、面白いよ、あの人ほんまに面白い、そう、あ、純粋やしね、そう、だからめっちゃ応援してくれてる、俺らのこと、そうちょっとデニコはいつかね、うん、行きたいよな、唯一ないかも、うん、一回あったわ、心霊系怖いけど、うん、一回デニコはね、いやいや、行きたいよ、心霊ロケ行かしてもらいたいな、それこそ鬼越も心霊ロケ行きたいとか言ってくれてて、うん、俺はだからなんかニューヨークと鬼越とコラボとかおのおのでもいいし、うんうんうん、3組で、うん、そう、ほんだらさ、心霊スポット行ったら3つぐらい言われてるとこがあるのよ、ここのトイレに出るとか、うんうん、ここに出るとかを1組ずつ検証したりとかさ、うんうん、ほんで一応霊を楽しんでいただくために何か人ネタやるみたいなのあるからやってるよね、そう、うん、そこでもおのおのさ、ニューヨークハプニングバーガーとか心霊スポットで言うてても面白いし、鬼越がさ霊に向かって切れるとか思うのよ、全然面白い、うるせえな見えねえんだよみたいなさ、あとかやってほしいなと思ってんの今、いややりたいよな、うん、怖いよマジで、いや怖いよな、ほんまに怖い、だから、うん、そのデニコアがいいの、自分たちとかだったらなんか怖いもん、いやそうよ、だって次行こうって、だから季節の問題で俺が入院してたからあれやけど、うん、富士の樹海1泊2日とか言ってるよね、ニューヨーク取れるかな、いやそれはちょっといいわ地元だけど、ああそうやな、うん、地元やもんな、富士の樹海1泊2日行く、いやだって冬だし、木とかにロープとかがある場合あるじゃないですかって、その千葉さんに言ったら、いいじゃん、うん、その下だよ、止まる話にならへんの、答えあるんだから答えがあるってことは、目印があるんだよ、分かりやすい、言うからそんなもう普通の話しちゃって無理、そのロープで誰かが亡くなるって言ったらそれがいいんだよって普通に言うから、熊とかも出ますよって言ったらそれはそれでいいんだよって言うちょっと怖いな、だから熊
と、うわーとか言葉近いから、なんか違う言葉で熊の場合は叫ばないとね、みたいな。確かに、うわーと熊は似てるから。意味わかる。意味わかる。何そのアドバイス。だから、わかりやすく。前もなんか俺んちで、なんか退院祝いみたいな感じでさ、退院までなんか生配信みたいなしたんですよ。ただその腰が痛くなったっていう、うん、まあ、俺らが名前つけてるサンバちゃんっていうのがあって、その呪いの人形って言われて、ね、でごぼう星なんだっけ、ごぼう星、そうそう、こういうね、なんていうの、星をさ、星を封印で入れてんのよ、人形に、うん、あ、金属のごぼう星っていう星の形で刺してんのよ、帯に、うん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 、見た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 、それが取れてんねんな、絶対取れてたりしてて、うん、で一回つけてたり、つけ、それをつけながら生配信してたら、うん、俺んちでこう生配信が一回止まったのよ、そう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 、ああなるほどね、うんうん、急に、うん、急に止まった、分からんで、ね、それは電波の問題かもしれないし、電波の問題で、そしたらあの、要するにパソコンとかどうだ、なんで止まるんだ、うん、でいろいろみんなやって、よしちょっと一回ごぼう星取ってみよう、電波良くなるかもしれない。そんなわけないやん、多分。いや、もう、どういうこと、日本人がアンテナで、アンテナで、そう、その、ルーターでいじるんやつ、分かるよ。ああ、呪いの人形。呪いの人形の、その封印してるっていうごぼう星を、うんうん、電波が悪くなってるから、だったら、この配線とかをやった後、でもずっと止まってるから、よし、一回このごぼう星を取ってみれば、うん、電波が良くなるかもしれんって真剣に言ってるからね。ちょっとその人怖いな、すごいよ、千葉さん、うん、うん、千葉さんすごいよ、やっぱりそうなんだ、うん、一線超えてるというか、もう気合の入り方がもう違うって感じ、違うから、そう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 、でも普通にテレビマンやから合うと思うよ、いやそうか、合ってるのか合ってないのか分からへんけど、なんか再現系の番組とか基本やってる際は、そういろいろやったりしてるから、頼もしいね、でも頼もしい、そういう人のおかげだよね、そうでも、ほんで俺らコンビの関係性やとさ、ゆきおちゃんがもう嫌やとか言って切れたら、うん、俺もう手つけられへんから、うん、あ、じゃあやめとこなってなるけど、千葉さんが追ってくれるおかげで、じゃあダメ、行かなきゃダメって言うから、なるほどね、確かにゆきおちゃんもおもろいわ、そうそう、毎回ゆきおちゃんめちゃくちゃ切れるからね、ちぎれてるもんね、マジでリアルで30分ぐらいごねるもんな、ずっとな、行きたくないとか言ってリアルやね、リアル尺30分ぐらい5年間トンネルの想像つくんだって、そう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 、だからだからでも千葉さんっていうのはやっぱりあの2人で前なんかその小泉さんっていつもおるメンバーが、うん、もうあ俺らを撮ってたけど、もう油汗で、そうそうそう、もう真っ青になって、うんうん、ちょっと一回、まあ、なんか静岡の有名な富士屋ホテルっていうハイホテルがあるで、一回もうあかん、ちょっとカメラ、うん、ちょっと無理です、うん、そういうことは なってて、うん、もう一人の菊ちゃんっていうのは自分の部下やから、うん、大丈夫かっつってカメラこうなって、うん、なって声かけてあげてるね、うん、大丈夫か小泉、大丈夫か、うんうんうん、柴さんだけカメラ撮りながら寒い暑い自分の部下やね、千葉さんも直属の部下がもうこんなになってんのに、本当にやばい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 ってみんなになってんのに、撮れ高撮れ高カメラ持ちながら、うん、どんな気分、寒い、あ、暑いの、うん、どっち根っからのテレビマンだ、はっきり言葉にしないと喋れないよ、もう俺怖がってそれ見て悪魔や、そこまでもうなんか俺はもう悪魔伝わらないよーとか言ってさ、そう伝わる、俺そう声だ、俺もさ2、3年目ぐらいの時に、うん、そのサメのところ行った時に、うん、サメがわーっと時に、うん、やめてくださいやだーとか言ってて、うんうん、やだーとか言ってたら持ち場さんがもう何にも言わず、うん、なんかはははははとかでやんね、うん、もうで俺がサメにガーって噛まれて、うん、血ブワーッ出て、うんうん、俺もうそんな3年目とかで痛いとかも何も言われへん、うんうん、もうこんなんなってレスキュー隊みたいなのがガーッと運んできて、うんうん、もうなんとか上がってもう血まみれで、うん、もう一言も喋らずな、うんうんうん、それ千葉さんガーッとって、うん、そのリアクションだって言ってきてそれが正解だよって言って血出てるからそれまで俺らも目の前でサメ噛まれてるとこ見てるわけだもんね、3年目4年目やし今でもそうすると思うけど、うん、マリオでなんやらかみたいな、
うん、あみたいなのを散々やるけど、うん、もう千葉さん全くノーリアクション。もうそうじゃないんだ。そうじゃない。もう裏の裏、ほじくった奥に芸人がそんな面白いことリアルを見せたい。そう、リアルを見せたい人だから噛まれた時のゆきおちゃんの顔を見ても大興奮その顔だよって言って、いやもうこんなんなってどうなってんだけど、もう行くなずっとそれ通って俺を助けて血をさ、救助しようとしてる人の外国人なぁ、なぁ、まだまだなぁ、まだまだ、まだやってすんなもうちょっと血取るんだよ。そう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 、もう俺がこううなだれてもうこんなんなってるなぁ、なぁ悪魔よ。すごいね。あもう見えてんのよ。その普通鎖とかでこういうなんていうの。檻の中で。檻の中とかっていうので、それで言ってるから。バハマの外国人のそのカーチャーターしてる船の人がな、うん、クレイジーすぎるって言って、絶対あかんっつってんのに、そいつとも大喧嘩。大喧嘩。うるせえ。よく言ったね、ちゃん。てめえやるんだよとか言って。だってあとスリムクラブさんにやっぱサメモンが儲かなんか盛り上がるってなって、うんうんうん、いいねってなっててスリムクラブさんのヘリの上から、うん、なそう同じ海バファの海でヘリからバンジーで飛んでサメ捕まえるっていう無理だって無理やで、だからそれまでまたガイドが覚えてなくて、うん、ガイドと無理やで、じゃあ俺がやるよって言って千葉さん一発で捕まえたらしい結構でかい、2メーター半ぐらいで、うわーっとすげえな、そうほんまにヘリの上から、そうで、まあ、番組でスリムクラブさんも多分やってるやってんの、ヘリの上から海に飛んで、サメいっぱいおる中で飛んでキャッチできるかっていう沈んで上がってきたらサメバーッと。あ、スリムクラブさんも捕まえた。そう、それやオンエアしたって言ってたよ。そう、捕まえたかどうかまではオンエア見えてないけど。いやもうそんなロケもう絶対嫌だわ。絶対嫌やな。絶対嫌、怖い、もう。だからその嫌がってるのをすごい喜ぶのよ、リアル。あ、まあそういうことだよね。そう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 。その表情がいいらしい、やっぱり。そうそう、だからもういくら文句言ったって。うん、もうどうしようもないから行くってなったらもうゆきおちゃん行くまで終わらへんから絶対向こうも譲らへんからでそのトンネルとかも、うん、でその人も楽しみたいから、うん、ロケハン行かんのよ、うん、そう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  YouTube の時はロケハンしないですよ。危ないじゃんロケハン行かなきゃ、自分が楽しみたいから一緒に楽しみたい、死ぬつけたいからお化け好きなんだよ危ないよねロケハン行かないとさ。そうそう、でだからトンネルとかでも俺もごねてて、いや本当にもうだからそれは本当にリアルに人が亡くなったとかもあるし、うんうん、本当にトンネル分からへんからって言ったけど、トンネルどれぐらいですかって言っても、うん、長さがな、長さ分からんからグルグルマップこうやって見つけて分かるわけないやんグーグルマップの上からさ距離なんかさ向こうまでさ宇宙からの画像で、宇宙からの画像でさおもろいなぁ。だからまあお祓いとかしてんの、やっぱり取り憑かれに行ってるわけやから。ああなるほど、払っちゃダメなんだ。ああそっか、そう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 、そっか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 、幸運もたらしてくれるっていう。ああそっか、ただゆきおちゃんはほんまに誰にも言わずに何回か行ってる後からバレるんやけど結局2回お祓いしてる俺。そう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 、怖いよね。そうやなぁ、なんかね、のぶくんはもうそっちの方に行かれてるからで、なるほどね。そう、今もう心霊界を背負ってますから。いや全然背負ってない。まあ、その、うん、一方他にもあるんだよね、心霊チャンネル結構やってるね。あ、そう、あるある。心霊ユーチューバーみたいなね。そう、俺やっぱりねニューヨークに感謝したいなと思ってることがあって。何？ニューヨークってさ、ニューヨークチャンネルの素晴らしいところってさ、うん、いろんな芸人引き込むやん。で、うん、こうやってさニューラジオに出たら出れた方も嬉しいし。やっぱ視聴回数多いし、いやいやいや、ありがたいよこっちが。みんながさ、やっぱニューヨークが勝っていった時に全員後押しというか、うんうんうん、応援した気持ちになるやん、そら関係性的に。だから俺も昔の考えやったら俺らがの方が上、うん、こいつには負けへんやったけど、うんうん、ニューヨークチャンネルのやり方見て俺今心霊 YouTube 界でその動きしてんのどういうことどういうこと。いやそうなんだよマジで。どういうこと。考え方はほんまに正解で、落とし合いじゃない絶対、うん、絶対にもう支え合いやから、うん、え、どういうことそういう動きって。え、だから例えば心霊 YouTube のコラボで、うん、例えばこうあっちが少ないとか、うんうんうん、得がないとかそういうことじゃなくて、例えば出ていただいたら
後々何かで恩が返していただけるかもしれんし、うん、だから誰がダメ誰がいいじゃなくて、分け隔てなくいろんなことと手をつないでやっていこうっていう考え方が今できてるノブの中で、そうそう、それニューヨークチャンネルのおかげいやマジ新しいやり口やね、ほんま気づいてないだけで、やり口って言ってるじゃんいやらしい言い方じゃなくて、うん、他の YouTube チャンネルで今までそうじゃなかったや、もう各々自分の世界観をしっかり見せる、見せる、まあ今はコラボってねもうめちゃくちゃあるけど、そうそうそう、あのニューヨーク始めた時なんかそんなんなかったやん、いろんなやつ読んで、まあ芸人自体があんまやってなかったもんね、まあまあね、それもあるけど、その考え方はほんまにそう参考になる、芸人間でっていうのもね、そうそうそう、 YouTuber とねそのラケコラボしたことないから、うん、あ、そうかそうか、うん、もうさすがにな、12年間も一緒やもんな、うん、ニューヨークと、いや、ほんとよ、ほんまやな、摩天楼とか合ってる、摩天、あ、今日さっきオートに会ったよ、あ、ほんと、でもアントに全然合ってない、アントに合ってない、あいつら多分無限大とかもあんま出てないんだよな、そうだよね、そうだね、劇場もそんな出てないよね、鬼越とかも出るのはね、そうそうそう、ヒロチョとかも会ってないもん、ヒロチョは俺ら結構会ってる、うん、会ってる、そう、あいつ無限大出てるから、うん、ああ、そう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 、トクちゃんとかもめっちゃ会うよ、うん、グリとトク、グリとトクのトクちゃんも、うん、めっちゃ会う、うん、だからアントニーとかは今度俺あのデニス松下のピポットトークって言ってさ、うん、3人ゲスト呼んでトークするみたいなゲストオファーは出してるけど、うん、ピポットトーク俺も知らない、ピポットって何ですか、だからバスケのピポットあるやん、トントントンってピポット、わかんねえ、なん分かりづらなバスケしてたバスケとか一緒に違うね、そういう枠やん、俺が作ったピポットトークじゃなくて、ああそういう枠、そうそう、あ西村博之のピポットトークもあるっていう無限大ドームの枠として、枠でピポットトークってなるね、あ、そう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 いうこと、それでオファーとか出してるけど、うん、まあスケジュール次第やな、あ、うん、屋敷もこないだな、あの企画ライブオファー出したんやけど、あの半年ぶりの休みやから頼むから勘弁してくれって言うて、あ、休ませてくれいや、その日、その日なし、うんうん、そう半年も休んだりしてないんか、そうなんね、楽しいぞ無限大はでもだからめっちゃその変わりないメンバーがいるぞ、今日来たやろ久々に、だからそう分かるじゃん、だから全部分かる、その俺らも何やかんや無限大さめっちゃ出た時とかもう結局それはそれ休みないじゃん、うん、ないし、そうそうそう、もう無限大週4とかでさ、で細かい仕事とかで振り返ってみたら休みってあんまないんだよね、だから結局ね、だからデニスもさずっと劇場出てるからさ、うんうんうん、基本ないっしょ休みは、で、YouTube とかでも自分たちで TikTok も撮影した、うんうん、まあでも週1、2ぐらいとかはあるよ、でもそうでしょ、うんうん、なんか今ゆったりしてるよな、うん、そう、今ゆきおちゃんがドラマで抑えられてるから、え、またちょいちょい出るな、うん、ちょいちょいなんかふとしたタイミングで出るよね、あ、車で言っちゃダメなやつ、いや、もうな、言ったら、そうやな、あ、ダメや、え、またどんくらいのっていうか、どこら、何、ちゃん、何、ゴールデン的なアマゾンプライムと思う、たぶん、おお、すげえ、いや、全然全然やけど、アマプラかな、たぶん、やっぱ、アントニーとかユキオちゃん、うん、ちょいちょい出るよな、ドラマ需要もあるの、そうびっくりした、この間さ、うん、あの京都国際映画祭の配信みたいな、うんうん、のなんか、司会やらせてもらった時にさ、うん、なんかいろんな地方映画のなんか、ああ、はいはいはい、はい、3番手くらいのよくやってた、アントニー出てきた、アントニーどうもーとか言ってアントニーで映画紹介したその、うん、なんかそのキャラモンのワンポイントというか、そうそうそう、で、アントニーはとうとうなんかあの役名が、うん、あの純日本人の役名す、なんかとうとうなんかなんとかトニーとかなんとかジョンソンじゃなくて純日本人の名前いただいたんです、初めて、あなるほど、そうそうそう、すごい、なんかもうありがたいことにやけど、要は、あ、じゃあそれは結構がっつり入る、そうやな、撮影期間も長い、そう、あ、ぼちぼちかな、だから俺ももう慣れへんのよ、そのなんていう、うん、うん、だからほんま分からへん、その片言とかやったりとかしてもさ、それ何が正解か分からへん、俺片言がそうやな、日本語ペラペラやねんから、最初怒られてる時何言ってるのかマジ分からなかった、監督に、でもどんどんあなたは あなたはだろとかって監督に言われてて何が
その片言の正解がまずないし、高校のくせに片言下手やなって言われるけど、片言上手いわけない。片言がそうさ、片言やねんからさ、それぞれの片言で、正解だから、ね、正解がないんだから、うん、それに監督に怒られてる時に、俺も はいとかって、あなたはやってみろって、あなたはちょっと違うんだよって。だから正解ない、なんかもうようわからん状況とかあるよ。あ、で噛んでしまったけど、あ、どこでと、いや、すみません噛んじゃいましたって言っていいのかもわからんから、うん、そう、また続けたら、なるほどとか言われて、そこで詰まるか、そこの詰まるかみたいな。なるほどなるほど。やってきたねっていう。あ、うん、なるほどねみたいな。芸人さんってやっぱ違うねみたいな感じ。はい。うん、ちょっとそんなんはこれね、生録画も残るからあれやけど、あ、うん、結局ちょっと俺があの入院とかもあって飛んだ仕事をやってんけど、うん、ちょっと本当にボケとかなく上野さんにやっていただきたいのがあれなんですけど、うん、国籍不明の武器商人なんですけれども、うん、まあ、3日間ぐらい撮影なんですけど、ちょっと役作りのイメージどんな感じですかって言われて、国籍不明の武器商人で、その役作り、お前がイメージ作ってこいやってなるやん。なんですよね、役作りはできないよ。できへん、できへんやろ。そんな役作りできない。でもなんかもう真剣な眼差ししてるから、周りに衣装さんがわーっとおる中のこと言われるもんな。なるほどねみたいな。ちょっとマッドマックスとか一回いろいろ見てるんですけど。うまいこと言うたな。さすがやな。あー、おもろいな。でもそのけど、まあ、そのピンポイントで出させていただいてるというか、うん、なんかそういう、いや、だから世界で一番あるやつ最高だった。日本でな。日本か。あれ最高だったよ。マジで。あれも大変やったよ、パキスタン語。ずっと練習してたもんな。ずっと3ヶ月間イヤホンでパキスタン語勉強させられた。あれマジパキスタン語？マジパキスタン語。うわ。しかも日本の発音、その日本語でないのよ、言葉。うん、そのラーとか、うん。だからもう幕張終わりとかにパキスタン人の先生来て。あ、そんなやつなんだ。パキスタン語練習してて、パキスタン語練習して、ああだこうだっつって、でもイヤホンして、でその人と、 でもすいませんって電話でももう分からへんの、口の動きがもう日本人にない動きやから、うん、もうその会って、その先生とずっと練習っていう。大変だよね、ドラマってやっぱり。って俺やっぱ衝撃のやっぱ映画出てたんだけど、うん、それこそ本当にあった怖い話っていう映画。ああ、そうやな。あ、そうや、そうや、そうや、出てたよ。うん、衝撃、1日で撮り終えたの。え、最高よね。衝撃の1日映画。全部 OK。 効率は素晴らしかった、監督。効率半端ない。やっぱ大変って聞いてたからさ、うんうん、もうびっくりした、1日だと思う、スケジュール見たら。素晴らしいね。うん、素晴らしい。俺、そういうね、本番スタートとか言って、その役作りとかも任せてくれるのよ、うんうん、もう何も言われない、もう本番、もうおのおのの役作りで、うんうんうん、で本番スタートって俺がもう黒髪っていうのセリフあって、なんとかなんだけど、黒髪の女がってとこ間違えて青髪の女がっつったら、うん、キャーってオッケー。いや、マジ、これ全部一発オッケー。ちょっと青髪のやつなんか出てきへんの。でもオッケー。おかしいやん。大丈夫ですとか言って。大丈夫なんすか、うん、で1日で全部もう大変じゃん、映画って角度、じゃあこれをカメラ丸ごと反対側に置いて、ドラマのさ、ちょっとしたことだから大変なのかなと思って、あれはすごいよ、そういう映画だった俺もまたな。それもやってない、いろんな角度から撮ってない、もう一角度。もう全部見えて、監督が見えてるから。そうそうそう。でもよくない、その方がよくない。いや、むちゃくちゃ本当に2分とかのシーンでもさ、うん、1時間とか、うん、そうそう、ね、俺はそのほんまピンポイントたまに出さして、たまにピンポイント出させて、それでも大変だったでしょ、うん、もうあっち向いてカメラ、あっち向いてとか、メジャーとかでさ、測ったりとかさ、どことどこがつながってるとかな、物の角度とかな。ほんでその撮影の合間にさ、ちょっと待ち時間、うん、相方と俺ら別々のさ、うん、ちょっと待ち時間にふとさ、なんかカメラマンにちょっとあの壁の前でこう怖い表情してもらって、写真いいですかとか言って、クシッカシカシカシ、ありがとうございますとか言ったら、それが映画のポスターになってた。びっくりした。そんな効率でも全然いい感じなのよ。
あ、確かにポスター見た、見たけど需要がマジでびっくりした、俺何の SNS かなと思ってポスターだったよ。でも多分なんか俺外国人枠やからなんか結構適当なのかなって思ってるけど、うん、それこそもう名前は言わんけどちょっとエピソードにしてたけど、うん、なんか俺そのコロナ禍に出させてもらったドラマで、うん、あのなんていうの、あのその有名な女優さんとなんか歩きながらご飯屋さん行って、ご飯屋さんでいろいろ食べてそこからガラガラって出てきて歩いてくみたいな、で普通に民放で流れるやつやって、でもコロナ禍やからで、あの1日で取り切らんかって、ああ時間かかるね、店の中と外で1日の設定やけど2日に分けて撮影したい。そうだから、でも俺もやっぱさんがかけるんだよ。で俺慣れへんからさ、早く終わったから床屋行ったのよ、うん、だからマジや、俺だから、うん、その次の日だからドラマじゃ店から出てきたら俺頭すっきりしてんのよそうマジわけわからんのよ、うん、で頭すっきりしてんのよからマジわけわからんよ、ご飯屋行って出てきたらやっべって思ったけど誰も気づいてなかった、うん、ああもうね、やっぱ俺ってさ、やっぱ外国人は今日お前が痩せたとか言ってくれるけど、ノブ、うん、君誰も気づいてないもん、うん、分からん、神木さんとかも結構わ、うん、気づいてない。俺11年間それ気づかれなかったんだ。じゃあだから見た目が外国人だったよ、つながりの人に調べる、だからもう見た目は外国人誰も気づかんのよ。あ、俺11年間ワックスつけてて今年1回もワックス舞台でつけてないのよ、うん、誰にも何も言われてない。いやそれはマジだろ、それは俺も気づかなかった、誰も気づかんのよ、それはマジだから俺無限大とか3日間ヒゲ剃らんで出てっても誰にも何も言われてないのよほんまに誰か俺に興味あんのっていういや分かんないよ、印象が強いっていうのがあるん、顔がそうめっちゃ嬉しかった、痩せたって言ってくれたこと。いや痩せたよ、それは気づいた。5キロ痩せてんで、で誰も何も言ってこないなかなかじゃないですか、うん、そうなのよ、分かんない、もう分かんないですよね、別にだから別に努力する必要ないなっていうさ、そうある意味な、せっかくダイエットしてもね、せっかくダイエットしたところで別に誰も気づかんしっていう、それもかあれ、そのドラマにもほんまカバンの持ち方こうですとかめっちゃ注意してる人に、いやまさかバレると思う、それそういうそれだけやってる人やねんから、つながりだけ意識してるはい出てくるその人俺と喋っててね、うん、俺すっきりしてんねんで、うん、気づいてなかったもん、全く気づかないんだ、うん、それいいかもね、でもね、そうだからいろいろ自由にやれるから、うん、でもまあちょっとありがたいけど、まあ、ドラマとかもやりさせてもらいつつやけどね、そうやっぱゆきおちゃんそういうの来るね、一本休憩とか、あ、一本休憩、はい、はい、ニューヨークのニューラジオ、さよならとおはようを繰り返していつの間にか僕たちは大切なものを言葉にしてしまう、いつかの返信もしかしたらまだ待っている、懐かしいふりをしているけれど本当は忘れることができないんだ、子供の雨と大人の雨がある、傘をうまくさせなくて気がつくといつも君は濡れて、ありがとうございます、加藤さん、はい、いつも送ってくださる方、ありがとうございます、
いつもオリジナルで歌ってる。そう。オリジナル。いや、あの本当に曲出されてる方、うん、歌手の。おお、すごいすごいすごい。というわけで、あっという間に残り時間5分切ってます。はい、エンディングでーす。エンディング。ありがとうございます。いや、ありがとうマジで。いえいえ、全然全然。いろいろ近況が聞けて、よかったな。ニューラジオ出たいよ。そりゃ。いやいやいや、ありがとう本当に。いえいえ。いつでも来て。いやいや、なんかな、うん、なんかな、もう狭き門というかさ、ね、忙しいし全然なんかまあまあでも喋ってそうでほんまにそのいろいろ、うん、めっちゃ久しぶりだってさ年に1回ぐらい謎に俺と嶋佐で飲みに行く日あったもん名前も年に1回ね1回だけな2人で、うんうん、俺やっぱ屋敷と基本飲みに行くからさ、うんうん、嶋佐は俺と飲みに行くそう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 ねでも年に1回だけもうだからもう12年目やけど年に1回だけ嶋佐と行くねなんかふとしたタイミングで今日行くみたいななんかそんな行きたいよねその行きたいね久しぶりに夏子とかもねなんか年に1回ぐらい行ってた、うん、でももう夏子も行く流れやからもう子供2人産んでさそうやねあいつも全然あいつすごいよなあいつすごいよあいつ一番すごいかもしれんなあいつ一番すごい、うん、あいつやばいおかずクラブとか飲みたことある俺ねんだよ俺もなーで俺はあ、であいつらお酒飲まへんのあ、そうなんだ あれには誘われるけどなんていうの飯じゃあ、なんかいろんな行くところなんやったっけフードコートちゃちゃ、ごめん、もうマジおじさんだいろんな行くとこフードコートあの、なんあイオンの合間のちゃちゃ、全然違う、なんかなんで問題解いてってこうドア開けてあ、謎解きは誘ってくれるいつもあ、そうなんだおかずゆきおちゃんのこと大好きやもんだってあ、そうなんだゆきおちゃん、ゆきおちゃんってずっけー言うおかずさん飯とか行ったことないんだよなもうないね、うん、最近はほら、タクとオーケーもほらあー、そうか、エビバディもなすごいよ、うん、そうなんだ、マジで鬼越もやっぱり粘り強さあるしね鬼越もすごいな、うん、鬼越やっぱ最近よく会うかなあ、そうか、仕事が一緒になるんか、うん、でも行ってないけどね一緒になってないか、うん金ちゃんとは釣りめっちゃ行くんやけどあ、そっかそう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 って感じかなって感じやね、うん、ちょっとなんかねだからみんなで飲みたいな道着でな飲みたいね、うん、集まってなんかで一回ね、うん、イベントとかもね、うん、落ち着いたそうやだって前は正月忙しすぎてなあ、うん、あの15期のイベントみたいなあ、そうや、ズームでやってくれたズームで大晦日ねうん、うん、面白いね、うんみんな鬼越嫌がって出えへんやつ盛るっていうわけやからな、うんはい、ダイヤモンド野沢ね鬼越 NG や鬼越 NG です鬼越 NG 鬼越もショックっていうな意外とナイブだからナイブやからな鬼越もカナメストーンもいるしカナメストーンもそうねそうよカナメストーン星野ディスコくんパーマーあと忘れる、うん、鶴ちゃんと橋本と、うん、おるしね緑川とか俺飲んでるえ、マジでそうマジたまにそうそうマジボックスうん、たまに飲むあ、そうなんや、うん、え、あいつって吉本今うん AV 監督あ、そうやそうやそうやあ、そうなんそうや、緑川そうやんなへぇ A1 のラーメン屋も行った初代 A1 君はさ、いつ自分のいつも曲がりでいや、今ほぼ見せたけど、もうパンパンよいや、すごいよ A1 君いつもなんか曲がりでさ永遠に修行してないまあ、そうよラーメン屋出してるでも今なんか自分のスープのラーメン作ってるもう20年ぐらい修行してない、うん、やっと自分のラーメン屋できたよ美味しいの作ってからって言って、うん、店行ったらエモトって書いてあるからなそこもまあなんか流しのラーメン屋普通流しだよ、うん、修行なんか2年ぐらいよねえ普通の自分の店出すってずっとね全種類作れるらしいからねラーメン今もすごいねいろいろいるよいろいろおるなでもニューヨークが頑張ってくれたからみんなまたちょっと頑張ろうっていやそうよ一番だよもうすごいレギュラー何個最後に聞かせて、うん、9とか10とかうわでもそのあれも入れてラジオねラジオいやもちろんその入れていいよもちろんいやこれだって入れていいよこれ入れても10やろ、うん、いやありがたいよ本当に10やろ羨ましいないやいやちょっと頼むわ来てないいや、もちろんもちろん俺らはマジでアブマのやつとかおいおい呼んで、うん、そうだ、ゆきおちゃんもいろいろな活躍しててこの間日刊現代のなぜか令和のトップランナーっていう取材受けてるからねゆきおちゃんもいやあれ最後見たよあれ最高だったよあのインタビュー
なんか切れてる？切れてないよ。切れてないよ。今日見ちゃう。うん。ありがとう。まあまあそうかそうか。もう終わりやもんね。いやまあそうよね、はい。ありがとうね、ダボ君。ありがとう、マジで。はい。というわけで。皆さん、すべてのメールの宛先は nynr@outlook.jp 屋敷にだよな、屋敷が言うとこやもんな、NR、そう、@outlook.jp 笑うことじゃないな、うん、そうや、休憩で流す1分半くらいの動画もお待ちしてます。告知も OK と、はい、うん、というわけで、電子機ありがとう、マジでありがとう。いいいい、こちらこそ。ちょっとまた頼むわ、うん、また本当ありがとうね、うん、はい、というわけで、ニューヨーク嶋佐和也とテニスの上野幸男と松下信夫でした。さよなら、ありがとうございました。